レッツゴー。腐ったライムじゃ即座に食中毒、運命を決める60秒。俺はラッパー作詞業、作詞業は胸の隠し事を隠し事でございます。各シーンを地元ごとに盛り上げる。俺は誰が何と言おうと鳥取レペゼン。大阪に対する日頃の恩返しに来たんだ。ここでの優勝で5万円受け取って次のライブももらえるんすよね。そしたらお前のライブよりぶち上げてやるよ、はい、I'm MC J と A と K と E デッドヒートじゃなくここで殿堂入りしてやるぜ。しかも昨日ちゃう去年スポットライト出た、エンターにも出ずに呼ばれちまった。しかも負けたな、サングラスのトカゲさんに。それでも関係ねえんだよ、お前が3人もともとやっとったドッグスチャップス、一人飛んじまったが2人になった。最近クレイジーも停滞気味か、知らねえがお前は一人で頑張ってる。俺の地元にも声は届いてる。でも未だにまだスキルは届かない。残念だが俺の元には及ばない。終了。綺麗に1分。それでは声の回線かラッパーかペラパトルメッセリオンレッツゴー。ほんで寿司屋の話どこ行ってんお前。知ってるかお前ら、大阪府堺市で軍艦の店で言うたら街全員暗記してるからな。覚えとけお前ら。60秒、誰が何言うかがすごく重要。軍艦で作ったイカナゴの国木、握ったマイク草薙の剣。ほんまじゃ。なんかそのマーダーってやつがそのおいマーダー見てるか、お前が飛んでる間俺全国各地でゲストやつ。そういうとこお前ら上がれよ。ぶっちゃけに深沼さんとあんな赤ペラしたらめちゃくちゃハードル上がってる決まってんやんけ。ハードル障害物、俺スーパースターで障害普通。昔は色物ニューヤンガンだが今じゃ王道のスーパースター。普通にタイマーハンドお前ら。よう結果で押せればいい。じゃあ終了。